主人公国分次郎、自己の強い信念に純粋に取り組む姿を浮き彫りにし、そして自己に対して厳しいがゆえに苦悩する剣道部のキャプテン、これをイコールで結んだ時、それは市川雷蔵自身であり、原作者三島由紀夫自身であるかもしれない。仕事に熱心であれ、人には配慮せよという雷蔵のモットーでもわかる通り、剣道の師範からは初心者のごとき気持ち、自分は教えてもらっているのだという謙虚さで教えを受け、竹刀の握り方一つにも真剣に取り組み、エキストラの学生たちとは同僚のごとく付き合ったという。後に三角監督をして、人間の土壇場みたいなものがわかる人やったなと言わしめた雷蔵久しぶりの現代劇剣。今夜はゆっくり眠れ。明日の朝からは猛練習が始まる。あらかじめ注意しておくが、水泳は禁止する。水泳は全身を使う運動だから、休憩時間中も絶対に水に入ってはいけない。休憩時間は体を休めるためのものだ。海の近くへ来たからといって海はないものと思え。いくら暑くても耐えるんだ。海が目に入るうちはまだ練習に身が入ってない証拠だ。だからこそわざとここを合宿の場所に選んだんだ。それから1年生に特に言っておくが、今夜の飯はうんと詰め込んでおけ。明日から3日間は疲労のためにほとんど食欲がなくなるはずだ。しかし心配はいらない。4日目からはちゃんと飯が食えるようになる。合宿は訓練を強化するためのもので、休みに来たんじゃない。俺たちは苦しみに来たんだ。それを明記しておけ。ありがとう。真の連絡はもとより、戸籍までも抹消されて厳しい訓練に耐え抜いた陸軍中野学校第一期生の一人に焦点を当て、秘密戦士としての使命に青春の全てを捧げた若者の愛観をドキュメントタッチで描いたもので、珍しく東京撮影所作品。監督に松村康蔵が当たり、雷蔵は久しぶりの現代劇に満々の意欲を持って体当たりしている。新しいシリーズとなった陸軍中野学校の第一作である。次郎さんダンスなんかできなかったのに、一体何してるの、こんな立派な洋服を着て。身の上話は明日にしよう。とにかく今夜は踊って飲んでホテルへ行くんだ。ホテルへ。こうしていると一年も別れていたような気がしないな。夢じゃないかしら。本当に次郎さんなのね。はあ、確かにここにいるのね。次郎さん、私のこと忘れなかった？もちろん。僕にとって女は君しかいない。これからもずっと変わらない？変わるわけがない。もう行方知れずにならないわね。私を一人にしないわね。長い間待たせたな。今夜はここで結婚しよう。本当？
このワインで形ばかりの三三九度の杯をしよう。いただくわ。ついでちょうだい。いっぱい。固めの杯だ。おめでとう。美味しいお酒、生まれて初めて。さあ寝よう。ベッドに入るよ。恥ずかしいわ。明かりを消して。この美しい顔、この美しい体、私は思わず顔を背けた。あなたも。早く私のそば来て。次郎さん、どうしたの？眠いわ。どうしたのかしら。早くここに来て寝て。次郎さん。だるいわ。いい気持ち。心臓は全く止まり、私はユキコを殺した。そしてハンドバッグの中にあったユキコの手帳の字を真似ながら彼女の遺書を書き、ペンには指紋をつけた。自殺に見せかけるために。私もスパイだった。私の心も死んだ。私はユキコの手帳を焼いた。もう日本に思い残すことはない。卒業式の3日後、シナ大陸へ出発した。世代を同じくする監督やスタッフと仕事をするときは、
学生が一つの研究目的について討論するように、常に和気あいあいと自分たちの作品について議論を戦わすのですと、雷蔵の手記にもあるように、この作品は雷蔵自身が原作を見つけ、ぜひやりたいと会社に希望し実現させたものである。それだけにその力の入れ方は格別で、脚本に対しても雷蔵は自分のイメージを表現するためいろいろと注文したり、監督とも打ち合わせを繰り返したりした。また原作者村上源蔵が雷蔵以外誰にも映画化を許さなかったといういわくつきのもので、雷蔵の数ある長野すものの中でも異色作といえるもので、池広和夫、市川雷蔵のコンビは新しいヤクザを描き出すのに成功した。それが一人狼である。おめえには人の情ってものがねえんだな。親分もなきゃ子分もねえ、ねぐらもなきゃ身寄りもねえんだ。当世の掟がたった一つの頼りよ。人情なんて余計なものを背負ってちゃ生きていけねえ。おめえ正気で言ってるのかい。人情がなくなりゃこの世は暗闇だ。その闇の暗さ、恐ろしさは自分の足で歩いてみなきゃわからねえよ。都政の義理を済ませたら言われなくてもこの土地にいようはねえ。ただもう一度吉之助に会いたいとおっしゃるのですか。そうしてえと思ってた。その姿を見せて父親と名乗りたいのですか。いけねえと言いなさんの。あの子は俺の子だぜ。ヘテゴは亡くなられたと聞かせてあります。来年は京に登らせて学問修行をさせるつもりです。じいさんに預けてある金を役に立ててください。死に金にしたくねえ。博打で作ったお金で私たち親子が幸せになれると思いますか。体を張って稼いだ金だぜ。綺麗なもんだ。その貧しさを憐れむよりもあの子にふさわしい親になって帰ってきてくださったらどんなにか嬉しいございましたのに。なるほど。俺の寮の手は切った人の血で汚れた。それは恥とは思わねえ。悔やみもしねえ。その手で吉之助が抱けるのですか。抱けるとも。一人の味方もねえ俺が誰にも頼らず生きていくのはこの都政しかなかったんだ。出て行さぞ。手向かいは無駄だ。尋常に成敗を受けろ。主家の娘を犯して不義の子までなし、上田の家名を汚した人でなし、観念せよ。俺ら心底吉野様に惚れていた。惚れた女に子を産ませたのが何が悪いんだ。黙れ。己も己の父親も癒やし曰くし打ち、人交わりもならぬ分際でよくも主家の娘を手ごめにしおった。手ごめじゃねえ。吉野様に聞いてみろ。俺たちは好き合って黙れ。両人の目の前で最後を遂げさせるのだ。慈悲と思え。逃げて、逃げてください。二度と我らの前に姿を見せるなと言い置いたはずだ。そうはいかねえ。何、子供には会いてえからな。貴様の子供などとは言わせぬ。人間のくずめ。そうぞぞ、今夜こそ後を引かねえぜ。手を出すな。これは都政の絵の出入りじゃねえ。俺一人でしょってることだ。バカなこと、おめえを殺させて止まるのか。よしも、よく見てろ。これが人間のクズのすることだ。しっかりと見てるんだぞ。イカ坊主、人のすることじゃねえんだぞ。
立ちは無用だぜ。坊主、見ろ。とにかく傷の手当てが先だ。騒いでくるな。これぐらいの傷は今までに幾度受けたか知りやしねえ。さあ吉野さん、行きなさい。何をおっしゃいます。早くお医者に。てめえの傷はてめえが舐めてでも治しますよ。ちゃんのようなもんになるんじゃねえぞ。ありますの。縁と命があったらまた会おうぜ。いたぞ。おめえ。今夜もまた新しい外場の夢を見るのか。海軍崩れのヤクザ若親分シリーズを撮ってきた雷蔵に、年齢的に見てもそういつまでも若親分でもあるまいと新たに企画された作品が昭和44年2月22日に封切られたが、このあとこの作品153本目に続く154本目の作品は永遠に銀幕に登場することはなかった。病魔に苦しめられそれと戦いながら取り上げた作品、幕と一代血祭り不動がこれである。申し上げます。私は桜田常吉というものであります。杉谷利三郎に急病のため名代として取り持ち人を務めさせていただきます。待ってくれ。これは筋が取らねえや。長丸一家総長の襲名披露にこんな素性の知れねえ三下の取り持ち人じゃ釣れやねえや。私昨日長丸一家二代目より杯を受けました。何だと。本日ただいまよりおめでたき襲名披露を行わせていただきます。やめろ。やめねえか。くねろ。してろ。長丸一家先代総長千夜豪蔵儀皆皆様のお引き立てにより本日まで都政を全うしてまいりましたが、老齢のため引退いたすこととなりました。千夜豪蔵より杯を受け長丸一家二代目となりますのは北松一蔵であります。先代千夜豪蔵のお付き合いのよしみをもちまして二代目北松一蔵もよろしくお引き回しのほどお願い申します。おめでたき杯の作法は古来いろいろありましょうが、私としましては長丸一家の流儀に従って取り持たせていただきます。なおこのめでたき杯はじめ取り持ち終わりのものとして取り持たせていただきます。
この杯を飲まれると長丸一家二代目となられます。ますます任侠道に励み一家の手本となられます。なおその杯は懐深く納め家宝としてお持ち帰り願います。俳優として渾身の情熱を注ぎうるのは40代ぐらいまでであろうと思う。と30代になるやならずで言っていた雷蔵も、その40代にあと3年という37歳の若さで、この幕と一代血祭り不動を最後にスクリーンからその姿を消した。しかし、どのような時代が来ようとも、老い衰えることもなければ、かつてそうであったようにいつも変わらぬ表情で笑いもし泣きもして我々に語りかけてくれる。それが人間市川雷蔵である。